どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、アメリカンエアラインの、ファーストクラスビジネスクラスがですね、減額マイルキャンペーンみたいなのね今やっておりますんで、まあ、そちらについてね解説していきたいなと思います。アメリカンエアラインのね今回の、減額マイルキャンペーンみたいなこの、まあ、必要マイル数がね下がるキャンペーンなんですけども、こちらはねアメリカンエアラインのマイレージでなおかつ、東京からどっかではなくてですね北米から東京みたいな路線だからあれなんですね、海外発券っていう感じなんですけども、まあニューヨークから東京とか、ロサンゼルスから東京とかあとどこだっけなシドニーから東京とかね、まあそういう路線でファーストクラスが減額マイルキャンペーン対象、まあビジネスクラスもね減額マイル対象になってますんで、まあビジネスファーストがねまあお得に乗れるっていうのはね今回の動画のメインであります。で一緒にねアメリカエアラインについてもねまあ簡単に紹介させていただいて、まあ実際にこの路線の調べ方っていうのも、一緒にね、紹介できたらなと思っております。で今ね簡単に調べさせていただいたんですけども、本来ですね、必要マイル数、本来の必要マイル数が、まあ東京、まあ今回ニューヨークにしましょうか。ニューヨークから東京で考えるとですね、ファーストクラスが8万マイルで、取ることができます。で、ビジネスクラスが6万マイル、まあエコノミークラスが3万5000マイルでね、ニューヨークから東京がまあ発券できるわけなんですけども、これがね、キャンペーンで、ニューヨークから東京が5万6000マイル。まあ本来8万マイルかかるところが5万6000マイルで利用することができます。で、ビジネスクラスが本来6万マイルなところが4万5000マイルでね、発券できるっていう風になっております。簡単に聞くとね、ビジネスクラスが4万5000マイル、ファーストクラスが5万6000マイルで発券できてしまうっていうことなんで、すごいお得じゃんって思うかもしれないですけども、まあ、これこっちももちろんねこれ先ほども言った通りこれ片道だけで、まあ、この5万6000マイル4万5000マイルがね、かかってしまいますんで、まあ、ANA とかだとねエコノミークラスでも東京ニューヨーク往復4万マイルで行けますし、ビジネスクラスでもね8万マイルで往復できますんで、まあ、それに比べると、まあ、ちょっとまあ高い、少しねマイルの必要マイル数としてはまあちょっと高いのがまあ実際なんですけども、このアメリカンエアラインの、まあ、いいところっていうのが、このマイルで発券した場合、まあ、ANA の場合ね、東京ニューヨークで、ビジネスクラスで、8万マイルでね発券したとして、燃油サーチャージが絶対かかってきますよね。ですので完全には無料にはならないんですよね、まあ、全部込み込みでもやっぱり2万とか3万とかね、まあ、この燃油サーチャージもシーズンによるんですけども、まあ、そういうものが絶対かかってきますよね、まあ、税金もそうですけども、ですけどもこのアメリカンエアラインだとこの燃油サーチャージがかからないんですよね、ですのでこの今言った5万6000マイルでファーストクラス4万5000マイルでビジネスクラスで登場した際は本当に600円と、まあ、5ドルとかね6ドルとかね、10ドルとかね、まあ、そういう税金だけで、まあ、この路線が利用できてしまうということなんで、まあ、本当に燃油サーチャージがかからないっていうのは、まあ、とてもいい部分ですよね。ですので、まあ、もしね今回これ、狙ってみたいなっていう方はねぜひファーストクラスが5万6000マイルプラス10ドルぐらいでね乗ることができますので、ぜひ狙っていただきたいなと思います。で実際にねどうやって探すかっていうのはねこの後ね一緒に見ていきたいなと思うんですけども、このアメリカンエアラインの、マイレージの貯め方っていうのはアメリカンエアラインは ANA ではなく JAL のねワンワールドっていうグループに加盟してるわけなんですよね。ですんでまず一つ目の方法としては、JAL の飛行機に乗った際にアメリカンエアラインにマイレージを加算する、まあ、これで、まあ、アメリカンエアラインのねマイレージを貯めることができます。で二つ目はこちらですね、私の動画でも何度となく、登場している SPG アメックスですね、まあ、こちらで、たまる、マリオットボンボイポイントっていうものが、アメリカンエアラインにね交換することができますし、ANA、JAL 等々同様にね6万ポイントを、一気にねマイレージに交換すると、本来2万マイル
になるところがボーナスポイントとしてね、5000マイル追加されて、2万5000マイルに、6万ポイントを一気に交換すると交換することができます。ですので還元率は 1.25% で、マイレージサービスにね交換できるということなんで、まあこれも、アメリカエアラインのマイレージを貯める、まあ、一つの方法っていう感じにはなりますね。まあ日々の決済集中させて SP ジャーメックスね集中させて、まあマイレージに交換するっていうやり方ですね。で3つ目にですね、このアメリカンエアラインの、マイレージサービスは購入することができるんですよね。まあバイマイルっていうやつですよね。ですのでマイルを購入するっていう行為でね、マイレージを、獲得することができます。外資系のねマイレージサービスは結構ねこういうのがあったりするんですけども、で今現在ねこのアメリカンエアラインのね、2020年1月5日までね、まあ、最大、70% のボーナスマイルキャンペーンをやっています。あの購入するとね、あの 70% 最大で、ボーナスマイルつけますよっていうのをやっております。ですがアメリカンエアラインのねこのバイマイルっていう行為は、アカウントをね、まあマイレージのアカウントを作りますよね。それを作って30日経過しないとこのできないんですよね、このバイマイルっていう行為が。ですので今12月の今日17ですよね。ですので残念ながらね今からアカウントを作ってもキャンペーンにね購入できませんので、あの私としてはねあのこのバイマイルっていうのは、まあ、ちょっともったいないなと思いますんで、まあ、すごいお得ではあることはあるんですけども、やはりねキャンペーンの時にこのボーナスマイルとかねやってる時に購入するのが、まあ、普通に考えて、まあ、お得ですので、まあ、ちょっと今からだとねこのキャンペーン間に合わないんで、まあ、ここはまあ選択肢はね、まあ、次のキャンペーンになるかなとは思うんですけども、まあ、そういう、手段としてね、バイマイルっていう行為があります。一応ね仮にまあこの今のキャンペーンで、まあ、10万マイルね、購入すると、17万マイルになるっていう感じですよね。で10万マイルね購入すると、3208ドルっていう感じで、だいたいまあ33万34万円ぐらいになるっていう感じですね。まあですんでマイル単価としてはまあ 1.8 とか9とかになると思うんですけども、まあそんな感じで、まあ10万マイル購入すると33万円ぐらいで、まあ17万マイルがね獲得できるっていうのが今やっているキャンペーンですね。まあこちら先ほども言った通りね、今からアカウントを作っても間に合いませんしね、17万マイルは獲得できますけども、まあ、33万円ぐらいかかりますからね、まあ、これがバイマイルっていう行為なんですけども、まあ、もしね今後購入されるっていうのを検討するのであればアカウントはね、作っておいていただけたらなと思います。であのアカウントを作ったらですね、まあ、頻繁にってわけじゃないんですけども、まあ、たまにでいいんでログインするようにしてくださいね。というのも、私ね結構前に作って減額マイルキャンペーンみたいなの知って、まあちょっとねログインしようと思ったらですねログインできなかったんですよね。ですのでまああの半年だったかな、ちょっと期間わからないですけども、まあ頻繁にではないですけどもちょこちょこログインするようにしてくださいね。でそれではですね、ここからまあちょっとカメラ切り替えまして、アメリカンエアラインのね、ホームページに行って、まあどんな感じで調べればいいのかなっていうのをやっていきたいと思います。それではね、実際に調べていきたいと思います。で今このアメリカンエアラインのトップ画面に来てるんですけども、こちらね Google Chrome でね開くことによって、まあこれインターネットあのサファリでも大丈夫かもしれないですけども、あの私はねあの基本的に日本語で検索してますんでこの方が楽ですね。これでいきたいと思います。でアメリカンエアラインズトップページから、こちらですねフライトを検索から片道でマイルを使うっていうのねチェックを入れてください。で今回は、JFK、まあ、今回ねニューヨークから、成田で検索しようかなと思ってます。で、まあこの日付はまあ今日にしてていいかな。でフライトを検索、それではね、来年の4月の、ね、検索画面に来ました。どうやらね、今英語の画面に戻してるんですけども、カレンダー画面からね次の月がね日本語だと見れないんですよね。なぜでしょうか。ちょっと英語の方にね戻しています。でこちらを、ビジネスファーストに切り替えます。これ来年の1月ですね。こんな感じで出てきました。
4万5000マイルプラス 11.20 ドルということで、4万5000マイルプラス11ドル20セントでね、ビジネスクラスが乗ることができます。まあこんな感じでね、カレンダーで調べていくと、まあ最安のね、必要マイル数が出てきますんで、まあそれに従ってね、まあ見ていくっていう感じですね。まあこちらは来年の1月の、終わり、21日とですね、ジャニュアリー。1月の21日ですね。まあどん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 ね、座席はねリアルタイムで埋まっていくと思いますんで、まあ探して利用していただくっていう感じですね。一応ファーストクラスも見ていきたいなと思います。これですね、 56K 5.60 ドルで、ディテールを見ていきましょう。A1150 ですね。A1175 ですね。Boeing77 っていうことですね。見ていただきたいのは、まあ、この、運航会社がね、ちゃんとアメリカンエアラインかっていうところですよね。これが、ヒットしてきてしまうんで、JAL とかね、そういうのもヒットしてきちゃいますんで、確実にね、ここだけ、アメリカンエアラインのね、運航便かっていうところだけね、確実にチェックしてください。アメリカンエアラインのファーストクラスだと思ってね、乗ってみたら、実は JAL のファーストクラスだったってなるとね、まあそれはそれで、まあファーストクラスはファーストクラスですけどね、残念になっちゃいますんでね。で、選択するとね、こういうふうに、ウェブスペシャルファーストアワードっていう感じで出てきますんで、まあこれが出てきたら、まあ基本的にこの減額マイル対象になってるっていう感じなんですよね。まあここだけちゃんと確認していただけたらなと思います。これ先進んでいくと、まあ実際に予約画面になっていきますんで、まあ探し方っていうのはまあこんな感じで、まあ探せるかなっていう感じですね。まあちょっとね、途中までね、日本語でできてたんですけど、途中からね、日本語だと先進まなくなっちゃったんで、まあ英語表記でね、ちょっと大変かもしれないですけど、英語表記の方が、まあ、サクサクいくかなっていう感じですかね。いかがだったでしょうか。今回はね、アメリカンエアラインの、減額マイル、まあ、キャンペーンみたいなものですよね。今回紹介させていただきました。まあ、ぜひね、この機会にね、アメリカンエアラインのファーストクラス、ビジネスクラスね、まあ、ちょっとね、海外発券になってしまうんで、まあ、現地までね、行く手配がね、まあ必要なんですけども、でも5万6000マイルとかね、4万5000マイルでビジネスファーストがね乗れてしまうっていうのはね、まあ結構いいのではないのかなと思います。私もぜひ乗りたいくらいですけども、ちょっとね、私もマイルを全然アメリカエアラインに貯めてないんで、ちょっとね検討していきたいですけども、まあ貯めてからね発見できりゃいいんですけどね、貯めてこの対象のね、便がなくなってしまうと、それはそれで残念なんでね、ちょっとじっくり検討して、行きたいなっていうところですかね。今回の動画はね、こんな感じで、ちょっと長くなってしまって申し訳ないんですけども、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った、面白かったという方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。